こんにちは、食事処さくらです。実は今日の動画、私が普段食べているおつまみをそのまま動画にしてみました。我が家では丼やパスタの時は野菜をたっぷり使った副菜やスープを作ります。そんな時って副菜にあんまり時間かけたくないんですよね。なのでこんな感じのレシピで副菜を食べることが多いんですよ。それでは早速いきます。まずは今日の主役、白菜の下処理です。今日使うのは1/8、300g ほどです。今日買ってきた白菜は1/4なので、半分にカットして1/8にしていきますね。まずは芯のところにバスッと包丁を入れます。ここですね。ここに1本しっかりと切り込みを入れます。そうすると見てください、こんな感じに芯のところがしっかりパッカーンってなってますよね。そしたら芯のところを持って、これを両側に開けば簡単に半分にできますよ。簡単なのでぜひ試してみてくださいね。ちなみに白菜は外側と内側で全然甘みが違うんです。外側はみずみずしいので、食べた時にじゅわっと旨味とともに水分が口の中に広がるんです。逆に内側は外側に比べて厚みがないので、水分は少ないですが、その分甘みと旨味がしっかり詰まってます。この機会にぜひ食べ比べてみてください。ちなみにカット済みの白菜を選ぶときは、葉がギュッと詰まってて中心がより黄色いものの方が甘くて美味しいですよ。1/8に割いたら、ここで一度計量してください。計量して大体の重さを測ることで味が大幅にブレることがなくなります。今回のレシピは 300g で作ってます。なので 400g だった時は、今回の調味料ちょっと増やそうかなとか、最初から目安ができるので、この一手間が料理を失敗しにくくするポイントなんですね。まずは芯の部分を斜めに切り落とします。ここまっすぐ切り落とすと葉の部分まで切り落としちゃうので、斜めに切り落としてくださいね。そしたら1枚ずつ剥がしてカットしていきます。ちなみに白菜についている点々、これ傷んでるわけじゃなくてポリフェノールなので、食べても問題ないですよ。気にせず食べちゃいましょうね。今回のサラダは白菜の水分や食感を最大限閉じ込めておきたいので、繊維に沿って5ミリ幅ぐらいでカットしていきます。煮込みレシピの時のように、繊維に逆らって切ると外に旨味が溶け出しやすくなるので、サラダにすると外に水分が出てベチャっとなりやすいんです。なので生で食べるときは繊維に沿って切るのがポイントなんです。カットする長さは小指ぐらいの長さでカットしていきますよ。さくらの小指は短いから当てにならんって声も聞こえてきますが、あえて小指の長さで貫き通しましょう。家で食べるおつまみなんで、美味しくなるポイントだけ押さえたら、あとはざっくりでいいんです。葉の部分は柔らかく食べやすいので、1センチくらいの幅でザクザク切っちゃいましょう。茎の部分は水分が多く、1センチ幅で切るとちょっとゴツゴツして食べにくいので、5ミリくらいの幅でカットしていきますよ。この時は繊維に沿ってまっすぐ切るイメージで切ってください。繊維に対して斜めになっていると、繊維に逆らって切ってるのと一緒なんでね、まっすぐ切るのを意識して切ってみてください。白菜のカットはこんな感じで OK です。まな板はもう使わないので、ここで片しちゃって大丈夫ですよ。片付けながら調理すると広々使えるので、わちゃわちゃしにくいですからね。カットした白菜は買ってきたばかりで、まだ水で洗っていなければ、一度水で洗います。白菜は洗わなくていいって意見もありますが、私は虫がこの世で一番大嫌いなので、しっかりと洗い流します。特に白菜は油中の野菜なので、一般の野菜より虫がつきやすいです。外側は農薬があるのであんまりいませんが、内側の根元に虫がついていることが結構あるので、しっかり水で洗いますよ。しっかり水で洗ったら、このまま混ぜると葉についた水分でべちゃべちゃのサラダになるので、サラダスピナーを使ってしっかり水気を落とします。これでもかってぐらいしっかり水を落とさないと味ぼけちゃうんで、一緒に頑張りましょうね。これぐらいしっかり水が切れたら、混ぜやすいように水気のない大きめのボウルに移しておきます。今回は買ってきたばかりなので、直前で白菜を洗っていますが、いつもは調理を始める一番最初に水道で葉の内側までよく洗ってから、ペーパーを使ってある程度水分を拭き取ってから、ザルなどで引き上げて水切りをしておきます。そうすればサラダスピナー使わなくてもいいので、買ってきたタイミングや調理の手順によってやりやすい方法で洗うのが一番です。洗ってから保存すると、水分がしっかり取れてないところはその水分から傷み始めてくるので、私は食べる直前に洗ってますよ。それでは早速調理していきます。混ぜるだけなんですけどね。最初にごま油大さじ1/2、混ぜやすいように全体にかけていきます。ここに癖の少ない油を大さじ1/2、私は米油を使っていますが、サラダ油でも大丈夫です。ごま油だけで仕上げると、食べた時にごま油ですって感じに主張が強すぎるので、癖の少ない油と半分ずつ使ってますよ。
まずはスプーンやヘラを使って白菜を潰さないように油と混ぜていきます。油だけで最初に混ぜてる理由は、今回味付けは塩昆布を使います。その時に白菜の表面に何もついていないと、塩昆布の塩分が直接白菜について白菜から水分が出てきます。その水分とともに旨味や塩分が下に流れ出てしまうので味がボケちゃうんです。なので最初に油で壁を作って、その油の壁に塩昆布の塩分をつけることで味がボケにくくなるんですよ。しっかり壁ができて全体がツヤっとしてくればいい感じです。ここに塩昆布を 15g、 塩昆布は昆布を醤油や砂糖で煮たものなので、基本的にはこれだけで味が決まるようにできています。それに旨味がギュッと詰まっているので天然の旨味調味料なんですよ。ここにすりごまを小さじ1、これはごまの風味を追加するのではなくて、白菜から出た水分をキャッチしてベチャっとしにくくするためです。流れちゃうとその分味がボケますからね。これをしっかり混ぜ合わせます。塩昆布は固まってると塩気を感じるので、全体に行き渡るようにしっかりと混ぜますよ。この時も手で揉み込むように混ぜると白菜の水分が出やすくなるので、優しく混ぜてくださいね。しっかり混ざったら最後に酢小さじ1、この酢が味を引き締めて食欲をそそるんです。海苔をたっぷり、これは味付け海苔ですが、普通の焼き海苔でも大丈夫です。でも両方あるなら味付け海苔の方がよりやみつきになりますよ。韓国海苔だとちょっとしょっぱくなるので、塩昆布の量を減らしてください。最後は海苔がしなしなにならないようにさっと混ぜ合わせれば完成です。ここで最後に味見をしてみてください。副菜やおつまみとして食べるので、塩気は少し物足りないぐらいが白菜の甘みを感じれてちょうどいいですよ。いい感じに味が決まったので、それでは盛り付けていきます。今日は我が家の定番おつまみ、白菜のサラダを動画にしてみました。白菜って生で食べるイメージあんまりないですよね。でもこの時期の白菜は甘くて旨味がギュッと詰まってるので、生で食べてもとっても美味しいんですよ。パッと作れるのでぜひ試してみてくださいね。それではいただきます。普通に美味しいって言葉がぴったりの、毎日食べても飽きないようなレシピになってますよ。このちょっとだけ入れたお酢が食欲をそそってくれるので、とっても美味しいです。食レポって難しいですよね。途中で何言ってるのか分からなくなっちゃうんですよね。白菜の旨味と甘みが詰まった中心の黄色いところと、外側のみずみずしいところ、バランスよく取るとすごくちょうどよくて美味しいんですよ。だそうです。それでは今日もいただきました、グーです。それではまたお会いしましょう。食事どころさくらでした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。食事処さくらはいつものご飯がちょっと美味しくなるように活動中です。メンバーシップもスタートしましたので、応援していただけたら嬉しいです。